どうも菅大地です。今回はバンカーからの脱出方法においてあらゆる状況でも出すための打ち方応用編をご紹介していきたいと思います。前回の動画でバンカーの基本編はやっておりますので、まだ基本がわからないという方はそちらも見ていただいて、今回はいろんな状況バンカーで目玉とか沈んでるとか浮いてるとか左足上がりとか下がりとかいろんな状況あると思うんですが、そんな状況からでもしっかり出せる打ち方いろんな方法をご紹介していきたいと思います。まずはですね、普段私がスクールでレッスンでやっている練習方法をですね紹介しながらやっていきたいと思います。ボールは2球でもいいんですけど3球でもいいんですが、今回は5球使ってやっていきます。で、ボールをですね自分で、ライをこう作って練習をしていきます。まず、真ん中に1つ何もないフラットな状況にこのように置く、これが普通の状況ですね。そしてもう1個はご自身でちょっとこう軽い山を作っていただいてちょっとティーアップしたような状態です。最初に置いたボールよりも少しクラブが入っていくスペースがこう多くなるというか、ボールがちょっと浮いてる状態です。でもう1個、これはさらに山を高くしてものすごくティーアップしてる状態。だんだんこうボールの高さが高くなっていきますね。こんな感じです。そしてこのでは手前に、3分の1くらい埋まってる状態、軽い目玉ですね。こういう埋まってるっていうのは例えばちょっとこうくぼっちというか溝に入ったりしても同じような条件です。要するに、クリーンに当てるのが難しくなって、しっかりこうボールの下にヘッドを入れないといけないような状況ですね、この目玉っていうのは。そして最後に3つ目は、半分からご自身でトライしたい方はもっと埋めてもいいです。こんな感じで、スクールでやってる練習法はこのように5つ、ボールを並べて通常のライ、浮いてる状態、すごく浮いてる状態、ちょっと沈んでる、すごく沈んでるという風に、ライを変えていきます。でここから、打ち方の解説をしていきますが、考え方としてはですね、沈んでる状況というのは必ずクラブヘッドがやはりより地面に入らないとうまく出ません。この場合はクラブを左に傾けるハンドファーストに少し構えていくのがポイントです。こういった左にグリップ両手が来る構えですね。浮いてるボールほど逆にクラブヘッドは潜ってしまうとボールのはるか下をヘッドが通ってしまってボールが出ませんので、こういう浮いてる状況っていうのはクラブの後ろの部分、ソール、バウンスと呼ばれる後ろの部分をしっかりぶつけないといけないです。ぶつけることで地面から跳ね返ってボールがこう上がってくれる、前に行ってくれますので、つまり浮いてる状況ほど、ハンドファーストの逆ですね、まっすぐ構えたり少しハンドレイトという両手の位置、グリップが右に構えるような形になります。当然高さを出したければフェースを少し右にね、このように面を開いても OK です。ということで、まずはですね、通常のショットっていうのは前回の基本編でも説明した通り上から入れる、これはねどちらも共通です。どのライでもしっかり上から入れようねっていうのは共通ですね。手前から順番にじゃあちょっと今回打っていきたいと思います。通常のバンカーショット、通常のっていうのはぶつかってクラブが弾かれてボールが飛んでいきます。なのでこの埋まってる状態で普通のショットをしてしまうと弾かれてトップになってしまうのが特徴です。通常のバンカーショットのつもりで、あまり深く入らなかったのでボールが低く飛び出して、トップのような形ですね。顎が低ければ当然出るっていう状況になりますけど、多分奥、グリーン奥に行ってしまったり向こう側のバンカーに入ってしまうと、さっきよりも浮いてる状況なので今よりかはもしかしたらトップになりづらいかもしれないです。そうですね、今くらいの3分の1程度埋まってる状況であれば、しっかり上から入るスイングができれば問題ないということです。これは通常のライですね。通常のライ、これはやっぱり抵抗がだんだん少なくボールもスパーンとこうスピンがある程度効いてくるボールになってくると思います。でティーアップされてるとさらにスピンが効いてきます。ボールがこう柔らかい球になって、だんだんこう浮いてるとあんまり飛ばなくなってきますね。当たる場所がフェースの上目になるので少し飛ばなくなってきます。こんな感じで今グリップエンドはおよそおへそを指している状況が最初のセットアップです。これだけ上がってるとやっぱりボールが高くポーンと上がるのが特徴です。今は通常のバンカーショットでこうバウンスソールがねしっかりぶつかってこう弾いて上がってくれる飛んでくれるというショットです。次にちょっとハンドファーストでよりこう深く入る打ち方をしていきたいと思います。ボールのポジションは真ん中より左同じねセットアップのポジションです。ちょっとハンドファーストに構えてロフトが立ってフェイスアングルは少し右にやはり10度くらい開いているような形です。今ギリギリ出ましたが高さがあんまりねこう出なくて深く入ってしまうとボールが前に飛びづらいです。これ柔らかい砂になるともっと下に潜ってしまうんでやっぱりボールを浮いている場合は鋭角に打ち込むとボールを遠くに前に飛ばすのがちょっと難しくなってきます。これは通常のライですね。浮いている状況よりもさっきよりも5ヤード10ヤードくらい飛んでます。これは3分の1くらいボールが埋まっている状況です。これはちょっと下が硬かったですね今ね。これはだいぶもうボールが半分以上ちょっともうボールに砂に覆われている状況ですね。ハンドファーストにして下に振っていく。ハンドファーストのまま振っていく。このように埋まってる状況ほど、ボールをこうしっかり前に飛ばしやすいですし、先ほどの通常のスイングとは違ってフォロースルーがあんまりこうヘッドが上に行かないっていうのがこの下にうまく触れた時の特徴なので、目玉とかですね沈んでる時はこのようなスイングができないと持ち上げようとするとトップして上がらずにこの顎にね当たって戻ってきてしまいますので、しっかりこの上から入れるための構えとこのフォロースルーでちょっとここで腰の辺りで止まるような腕の抵抗は少しこの地面にぶつけてハンドファーストの時の方が少し抵抗が強くなりますので実際はもうちょっとテンポはゆっくりね練習していただいて構わないんですが、で今2種類の打ち方をやりました。もう1種類あるとすればもっとハンドレートにするっていうのも一つありなので、簡単にちょっと紹介したいと思います。ボールがより浮いてるっていうのはですね、つまりボールのこの右側クラブが入っていく最初の右側に、砂がないっていう状況なので、例えばこういう左足上がりとかですかね、もっとこんな感じで途中で止まっちゃったみたいな、これはしっかりこう上から入れて砂を多く取るっていう方法もあるんですけど、顎が高かったりすると高さを出さないといけないので、そうすると少しこうハンドレートですね。これがハンドファースト、これがハンドレートって構えです。こうするとバウンスが跳ねやすくなりますので、しっかりスタンスをとってハンドレートで、このようにボールが上に上がりやすく高さが出やすくなります。砂がですね、ちょっと今全てかかったんでちょっとお待ちください。顔が砂まみれになりましたね。応用編としては今のね打ち方をしっかりできるようになって、来別の出し方をしっかり理解して、例えば左足下がりです。左足下がりは、状況としてはさっきの練習の状況としては沈んでる状況と同じような打ち方が好ましいです。つまり、あんまり開いてしまうとバウンスが跳ねてトップになってしまいますので、この場合はヘッドが入らなきゃいけない状況ですね。なので、ハンドファースト寄りっていう感じですかね。当然顎が高かったりすると面はちょっと開いたりするんですけど、ハンドレートにはしないです。この状況でハンドレートは結構弾かれてしまいます。なのでちょっとハンドファースト寄りでフォロースルーもこう小さくなるやつですね。上に上げるんじゃなくて小さくなるやつ、少しこうハンドファーストのインパクトをイメージして打っていくのがポイントです。なので本当に左足下がりがきつい状況っていうのは球の高さを出せないので、もう諦めて、もうそういう球が出るんだよっていうことを想定して、狙ったり打ったりすることが大事です。あとは、砂が硬いとか柔らかいっていうのもあると思います。柔らかいバンカーほど砂にヘッドは潜りやすいので、先ほどの紹介した打ち方でいうと浮いてるボールを打つ時の打ち方が必要ですね。つまり通常のバンカーショットか、もしくはやっぱハンドレイトの方です。先ほど左足上がりでやったようなハンドレイトのこの構えをすることでバウンスがぶつかり砂に潜りすぎを防げます。逆に開いてる状態で地盤が硬い、砂が硬かったりすると弾かれてトップになってしまいますので、ちょっとこの辺、私が今いる足元なんかは結構締まって薄めの状態なので、ここで普通のバンカーショットやるとやはり弾かれてトップしてしまいますので、その場合は緩やかにこうハンドファーストにしてあげて、ヘッドが弾かれない構えをすると、これがヘッドが弾く、バウンスがぶつかって、ボールが上がりやすい、砂に潜りづらい構えです。でこの構えが逆にバウンスが弾かれずに砂の中に入っていく構えになりますので、この地盤が硬かったりする場合は入っていく構え、そしてスピードも普通と同じくらい、ピンまで30ヤードだったら、プラス 1,2 割増しくらいの40ヤードくらいのこうイメージで、こんな感じでですね、少し厚めに深めに取るような形で、結果的にこうエッジから入るような形になると弾かれるのを防いで、大きくホームランしたりということになりづらいので、今回ちょっとご紹介したポイントとしては、砂に入る構えと砂に入らない構え、アングルっていうのは飛ばす距離にも変わってきますが、基本的には前回の基本編でご紹介した、5度10度くらいはリーディングエッジは開いて使っていきます。より目玉が本当にこうきつくなったりすると、逆に左にかぶせることもあります。それはより下に潜らせるためですね。なのでこのグリップの傾き、つまりこう手の位置でも十分変わってきますので、ここを理解すればあらゆる状況、そして砂質とか、そのラインに合わせてボールを脱出することができますので、是非皆さんも先ほどのボールのラインを変えて、そのラインに合った打ち方っていうのをまずやっていただいて、そして砂が硬い時はしっかりこう入るようにするとか、柔らかい時は砂に入らない構えをするとかっていう風に切り替えができると、いつでもどこでもバンカーから脱出することができますので、皆さんもこの練習をやってみてください。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。